ということで、結構前なんだけど、この間ですね、ガチでサラブレッドに乗りに行くというですね、とんでもない逆張りを行ったので、そのね、レポートをね、したいと思います。まずですね、どんな感じで行ったかっていうと、いや、馬乗ったことねえなと思って、インターネットで、なんか、乗馬、素人みたいな。なんか、スバルはサラブレッドを乗りに行こうと思ったわけじゃなくて、たまたま申し込んだところが結構ガチめなところだったみたいな感じだったのね。だから、素人、サラブレッドみたいな感じじゃなくて、なんか素人、乗馬みたいな感じで調べて、で、行ったら、なんか、スバルは想像してたのは結構、なんかこう、優しい、ちょっとレクリエーション的なね、あの、みんなで、手綱を先生が握ってくれて、ちょっと海辺を歩きましょうかみたいな感じなのかと思ったら、もう行った先がもうガチガチのガチみたいな学校に申し込んじゃってて、いやもうね、まずですね、そこが、少人数、今、少人数でやってるんだけど、マジでガチだった。スバル、写真とか撮ってあわよくば、これって、YouTube とかに載せてもいいですかって言おうかなって思ったの。バッドレポートの時みたいに。もうね、言い出せなかった。そんな雰囲気じゃなくて。もうね、ふざけちゃダメなんだって。あ、ここはもう本当に乗馬を学びに来るところなんだと思って、もうね、なんかね、ふざけれなかった。そんなこと言えなかった、スバルは。で、スバル、最初、この装備をね、するんだと思って、これフリー画像なんだけど、この、なんかその、直帰って、このベストのことなのかなって思ったの。このなんかさ、なんていうの、ジャケット、このジャケットのことを、直帰って呼んでて、で、ヘルメットと、ズボンと、ブーツ。だから、あ、ジャケット着るんだと思って、行ったら、なんかあったのが、なんかこれだったのね。で、えってなってマジでえってなって、なんかこれがめちゃめちゃかかってて、で、何これってなって、なんか真ん中がそのチャックで、で、色マジでこんな色なのね。真ん中がチャックで、で、こうなんか横がなんかね、紐でこう縫われてて、ちょっとスカスカなのね。で、スバル、なんかこれ見たときに、最初、もう、これってさ、みたいな、これって、防弾チョッキじゃん。このなんか、馬柄のヘルメットが、そのちっちゃいチョッキの上に置いてあって、スバルはこのせっかくだから、馬柄のヘルメットをかぶりたい。と思ったの。これが一番かわいいじゃんみたいな。で、まあかぶったのね。で、かぶって、で、なんかもちろんなんか黒いのとかあったんだけど、みんなよくわかったね。こうやってさ並んでてさ、スバル、なんかスバルだけさ、もうピッチピチでさ、なんかこうやってさ、めっちゃさワクワクしながら並んでたらさ、なんかそれ小学生用なんで着替えてきてもらっていいですかって言われて、いや、もう教えろやみたいな、最初に言ってよみたいな、だってさ、もう分かんないじゃんみたいな。で、なんかすみませんって言って全部着替え直したね。それでね、じゃあいざ乗りますみたいになった時に、もうね、まずスバルの想像ね、スバルの、こんな感じだと思ってたの。なんかでかさの想像、なんかこんな感じで、なんかスバルが154センチなんだけど、154センチでこんなんでこうさっと乗るみたいな。なんかこんなイメージない？スバルガチでこれだったのね、想像してたので、じゃあ降りてきてくださいっつって馬に近寄ってみたら、もうこれだったのねこれだったの、マジで。なんか話持ってるとかじゃなくて、マジでこれだった。本当に背中の向こう側が見えないのね。
馬でかすぎて、なんかもうスバルの目線が馬の子のなんかそのね、なんかちょっとお腹ぐらいにしかなくて、でえこれ乗れなくねって冷静に思って、だからこの上にまたがるってなるから、あのさ、どうやってまたがるかっていうとさ、もうまたがれないじゃん。だからこの足元のところに木箱みたいな置かれるんだよね、台みたいな台の木箱みたいなの置かれて、ようやくこの馬の背中から顔が見える、ちゃんと背中のたてがみに触れるようになるみたいな。ででもなんかやっぱりそのなんか馬もそのなんか下手くそな人、下手くそっていうか初心者乗せるのに慣れてる馬がちゃんと選ばれてるから、なんか大丈夫なんですよって言われたけど、もうスバルはね結構ねそわそわしてたね。でまあ乗っかってさ、まあ、こうやって乗っかるわけなんですけど、なんかね本当にねこんな感じ、何も見えない、森とか遠くの森がちょっと見えてほぼ空みたいな。これ何が起こってるかっていうと、もう体感が2メートルぐらいなのね、目線の高さが、目線の高さが2メートルぐらいのところにあって、で地上がめちゃめちゃ高くて怖くて、でなんかなんかもう不安なのね、とにかく実際多分2メートルぐらいあるんだけど、もう超怖くて、でもここでねもうね今日ね舐めていたということをね完全に悟ったんですけど、まあでもね勝手にね馬が進み始めてもう終わったと思ってね、で、あー先生すいません馬が勝手に進んでしまいますって言ったら、先生がいや進むんだったら止めてくださいって言われてはいって言って、はいって言って、もうやるしかねえと思って手綱引いて止めた。もうねここでねマジで覚悟決まった本当に。でも最終的になんか楽しい市場ってなったんだけど、マジでねもうね本当にねここマジでもうマジで覚悟決まったね本当にでもなんかすごくいい先生だった。その馬のこととかもすごく把握してて、ちょっと厳しいんだけど、でも言ってることがすごく的確で、でちゃんと直すと褒めてくれるしみたいな。でそれでまあ進むんだけど、いやねもう慣れるともうめっちゃ楽しいんよ。えもうね最後もうスバル楽しすぎて、え馬と離れたく なさすぎるぐらい楽しかったんだけど、えこれ何が楽しいかっていうと、いやまずねこれまとめたんだけどさ、えみんなねマジでね馬めっちゃいいよ。え何がいいかって、まず馬がめちゃめちゃかわいい、すごいごついんだけど、でも筋肉かっこいいし、もうね目が優しいの、もう目がすごく優しくてかわいい。でしかももうねすっごい馬ってスバル初めて知ったんだけど、もう優しくて賢いのね。えすごい空気を読める。えスバルの乗った馬がガチ空気読みの天才みたいな馬で、なんか初心者だからさ、こう手綱をちょっとどれぐらい引いたら止まってくれるかとか言って、ちょっと弱く引いちゃったりとか、えこんなの分かんないかなと思って引くんだけど、なんか馬側がなんかあこれ止まればいいんしょみたいな感じあこれ止まるね、止まる分かりますよみたいな感じで止まってくれたりとか、まあっていうのが終わってさ、なんかこの、まあ、最終的に先生にえなんで乗馬しようと思ったんですかって聞かれて、でえって思って、なんかいやなんかスバルみたいな、ちょっとまあ画像がないな、なんでなんか今回ここに申し込まれたんですかって言われたから、いやねもちろんねそのもうなんかもう正直に言っちゃっていいかなと思って、その馬娘を
ウマ娘見てなんか乗ってみたくなったから来たんですってもう正直に言ったのね。そしたらで、ウマ娘見て乗ったことないから乗ってみたくて来てみたんですって。そしたらなんか先生がさ、なんか私もやってますみたいなウマピョイですよね、私もしてますみたいな、面白いですよねって言われて、でってなって、でつまりウマ娘1ミリもやってないんだけど、なんかノリでどの馬が好きなんですかって聞いて、なんかそしたらオレンジ髪のって言われて、オレンジ髪わからねえと思ったけど、まあ可愛いですよねってとりあえずオレンジ髪の子使っててって言って、あ、可愛いっすよねってとりあえずノリで合わせといたっていう。オレンジ髪って何なの、誰、マヤノ、マヤノトップガンなのかな、なんかオレンジ髪の子使っててって言って、でなんかさ、なんかやっぱ気になっちゃって、なんか皆さんプレイされてるんですかみたいなこと聞いたのね。なんか気になって、これどう思うみんな、あのさ結構ガチめの学校行ったんだけど、どう思う、これみんなしてると思う、これどう思う、やってるよ、やってそう、みんなやってそう。いやこれがさすごくてさ、職員の半分はプレイしてると思いますってマジかよってなったよね、マジでめちゃめちゃプレイしてるじゃんと思って、なんかねマジで流行ってんだって。でなんか本当にそのこれ乗りに来る人は結構そのやっぱ女性が多いから、乗りに来る人はあんまり実はやってないみたいな。でもなんかあの職員とかはもうめっちゃ馬が好きだから、めちゃめちゃみんなプレイしててみたいな、もうどんどん流行ってほしいってめっちゃ言ってた。そうで、なんかで、なんかそうなんですねとか言ってたらさ、なんか全然知らない後ろにさ、全然喋ったこともないさ男の先生がいたんだけどさ、なんか彼なんて馬娘してなかったらここにいませんよとか急に言われてさどういうことなんですかって聞いたら、なんかこの人は一回その馬業界をやめようと思ってたんだけど、なんか馬娘が流行って馬娘やり始めて、なんかやっぱ馬っていいなと思って帰ってきたみたいな。